激しいよ。お姉様。で兄弟のままでいられると思っているのですか？私は本気で紅茶を愛しています。紅茶と結ばれるならこの家を出ていくこともいといません。お姉様は紅茶のこと愛していないのですか？紅茶は私の初恋よ。好きに決まってるでしょ。ならどうして紅茶を行かせたのです？そんなの決まってるわよ。アンズのことが、コウキと同じぐらい好きだからよ。私はね、アンズが自分の気持ちを整理できないまま、コウキが言い名付けを決めちゃったら、傷つくんじゃないかって心配なのよ。モモネなんかマイペースすぎて、家事もろくにできずにさ、将来どうすんだろって、すっごい心配してるの。沙織が大学に通うのをやめて外に出られなくなって、前みたいに普通の生活に戻れないかなって、あんた見るたびに心配になるのよ。私は紘希が好きよ。沙織に負けない自信もある。でも同じぐらい桃音が好き、沙織が好き、アンズが好き。あんたたちの誰一人にだって不幸になってほしくない。そのためなら自分にだって嘘つける。だって私、あんたたちのお姉ちゃんなんだから。コウキ、アンズは任せたわよ。